思いのすべてをかける青春。こんにちは。失礼します。めちゃめちゃ普通の女子高生ですけど。本当にしばくんですか？しばけます。あかりさん、高校3年生。制服を脱ぎ捨てた姿は強烈な前蹴りが武器のプロキックボクサー。愛称は美脚炸裂シンデレラ。怖いね。キックを受けてみると、怖い。あかりさん、普段の練習から自分自身を極限まで追い込みます。蹴り続けた足はいつもあざだらけ。怖くないんですか？最初なんか怖いっていうより、なんて言うんだろう、好奇心が勝ちましたね。幼なじみの影響で6歳からキックボクシングを始めたあかりさん。15歳の若さでプロデビューを果たします。そして今年5月、デビューから7戦全勝でチャンピオンベルトをかけたタイトルマッチに挑みました。一進一退の打ち合いの末、結果は判定負け。初めての敗戦を喫しました。悔し涙というかね、涙もあったと思うんですけど、自分がただやってるだけじゃないんで、応援してもらってるし、なんか周りの方に本当になんか申し訳ないなっていう気持ちが。あかりさんには小さな応援団がいます。無観客開催だった試合を自宅から応援していました。頑張れ。ジムで指導をしている子どもたちです。子どもたちがこう日々成長していく中で、私も頑張るきっかけをもらってるんで、本当に大きい存在ではあります。先生のさ、タイトルの試合とか見てどう思った？かっこいい。すごいな。あかり選手はどうですか？かわいい。あかりさんのことが大好きなワク君。タイトルマッチに敗れたあかりさんへあるプレゼントを用意していました。ありがとう。手作りのチャンピオンベルト、その裏にはあかりちゃんが負けちゃったから、ベルトもらってないから枠作った。あかりさんがチャンピオンになるところ見たい？嬉しいです、本当に。私の初タイトルです。本当にパワーをもらったっていうか、気持ちを出し切れる試合にしたいなって思います。日曜日、初めての敗戦から4ヶ月ぶりの再起戦。会場には子どもたち、ワク君の姿もありました。ラウンドワン。序盤から積極的に前へ。すると残り時間10秒。左パンチが相手の顔面を捉え、ダウンを奪います。そして
第2ラウンド開始直後、美脚炸裂、 TKO 勝ち。かっこよかった。勝っておめでとう。子供たちが見てるから私がお手本にならないとっていうのはめちゃくちゃあるんで、やるからには一番にならなきゃいけないって自分の中ではあるし、ベルトを取らなきゃ始まらないんで、いい形でベルト取りたいなって思います。